尽くせ Play the game。はい、お疲れ様でございます。今日はホームに、ソニー仙台 FC さんをお迎えして天皇杯の2回戦となります。ちょっとね、モンテリオ山形、ここ2年天皇杯勝ててないんですよ。なので今日は、3年ぶりの天皇杯勝利を願って応援に駆けつけました。そしてはい、いつものパーフェクトテゴちゃんリストバンドがシンデレラフィットしました。こちらとあとですね、これ昨日届いたんですけども、またテゴシさんのファンの方にいただいちゃいました。じゃじゃーん、夏ユニバージョンのスーパーパーフェクトテゴちゃん。こちらのテゴちゃんのパワーを借りて今日は勝つ、3年ぶりに勝つ。よし、行くぞ、勝つぞ、おう。はい、スタジアムグルメ買ってきました。今日はこちらのいつもいただいてる、カフェレストランジュリスさんのオムカレー&野田ちゃんのかぼちゃコロッケのせいでございます。ボリューム満点、これでお腹いっぱいにして今日は勝ちますよ。そしていつものバンコクコーヒーさんのメガアイスコーヒー、ちょっとね涼しくなってきて熱中症の心配はないんですけども、まあ、水分はしっかりとっておいた方がいいので、こちらしっかりいただいて手越大明神の力を借りて今日はカーッ、いただきます。
はい、お疲れ様でございます。天皇杯2回戦、我々のホームに、ソニー仙台 FC さんをお迎えして行われました。ですね、ちょっと試合の詳細をちょっと見てないので、ちょっとうろ覚えな感じでお話しさせていただきますけども、いや今日の戦いはソニー仙台さん本当に強かったです。前半は両チームとも動きはすごくあって、ボールがこうすごく動いた試合なんですけども、なんか全体的にちょっと重たいなっていうような空気にこう包まれるようなゲームだったかなっていうのが、ちょっと、見てて思った正直な感想ですね。いや、そんな中で前半の中盤ぐらいですかね、田中航選手がソニー仙台さんのディフェンスとか、あとゴールキーパーの位置をうまく確認しながら、こう何て言う、勢いのあるシュートではなかったんですけども、ちょっとこう転がすようなシュートっていうような形になって、それが見事に決まりまして、モンテディオ山形が先取点を奪いました。で、まあ、前半は本当に見ていて、ちょっと重たいっていうような印象が受けたものの、攻めて守って攻めて守ってっていう両チームの展開だったので、見ていて面白かったです。で、無事に前半の方が終わりまして、1点リードのまま、モンテディオ山形のリードのまま前半が終わりまして、後半ですね、後半になったらもうソニー仙台さんのガンガンモンテディオ山形の方に攻めてきて、モンテディオ山形がこう思うようなゲーム展開ができなかったっていうような印象を受けてしまいました。それだけソニー仙台さんがこうなんていうの、必死のアタックじゃないですけども、もうオフェンスで何が何でも1点取るんだっていうようなこう強い姿勢を見られたかなっていうような感じですね。いや、本当にモンテディオ山形どうしたのっていうぐらい、なかなかペース握れなくて、ちょっとゴール裏でいつもの席で見てたんですけども、ちょっとサポーターの皆さんからも、なんかこう、なんて言うんでしょう、決してこう、ヤジが飛んでるわけじゃないんですけども、選手と同じような感じで、ちょっとこうストレスが溜まるような、そんな厳しい展開でした。いやー、本当にソニー仙台さんが本当に見事なまでにボールを支配して、もうモンテディオ山形のゴールに何回も何回も襲いかかってっていうような後半でした。でもなんとかモンテディオ山形耐え切りまして、無事に1対0で勝利を収めることができました。いやー、お疲れ様でございました。で、次は浦和レッズさんとの3回戦になります。浦和レッズさんとの戦いってなると、モンテディオ山形が J1 にいた時以来になるんですかね、2014年かな以来の戦いになるんですかね。いやー、楽しみですね。ちょっと試合会場が浦和レッズさんの本拠地になるのか、モンテディオ山形の本拠地になるのか、ちょっとそこら辺がまだ分かんないんですけども、我々のモンテディオ山形のホームで行われる試合となれば、もう何が何でも駆けつけて応援したい、観戦したいっていう気持ちでいっぱいです。いや、浦和レッズさんとの戦い、正直かなり厳しい戦いになるかと思うんですが、これこの戦いは7月になってからの戦い、試合になるのかな。なので、それまで J2 リーグが何試合か行われますけども、もういい流れ、勝利で連勝という流れで持っていって、そして天皇杯3回戦浦和レッズさんともうバチバチの戦いをしたいな、そういう戦いを見てみたいなっていうのが正直な思いでございます。さあ、そういうわけでございまして、ちょっと簡単ではありますが、無事にモンテディオ山形天皇杯2回戦ソニー仙台 FC さんに勝利をしたという報告でございました。次の動画となると、観戦期となると、6月の11日になるのかな、我々モンテディオ山形のホームに
いわき FC さんをお迎えしての一戦となります。そちらの試合も観戦に行ってまいりますので、おそらく次の動画はその観戦期になるかと思います。よろしかったら、お付き合いください。よろしくお願いいたします。では今日はこの辺で失礼させていただきます。どうもありがとうございました。ではバイバーイ。